んにちは、賃貸のまさきです。私は今奈良市の平城にありますクラーネ平城に来ております。まずこちらリビングなんですが、このように広々としたスペースとなっておりまして、上にはエアコンが設置されておりまして、その下は2箇所24時間換気がございます。そしてこちらからバルコニーに出ていただけるんですが、こちらのガラス戸、皆さんお分かりでしょうか、ペアガラスとなっておりますので、防音対策や結露対策もバッチリですね。そしてこちらのリビングにはキッチンがついておりまして、こちらのキッチンは上と下にもたくさんの収納がございますので、いろいろなものを収納していただいて便利にご活用ください。そしてこちらの上にはレンジフードがついておりますので、こちらのボタンを押していただければそうめんもつくようになっております。続きまして洋室の方をご案内いたします。どうぞ。洋室に行く前にはこちらにリビングクローゼットがございます。リビング収納がございまして、こちらの収納は私が入って手を広げられるぐらい広いスペースとなっておりますので、たくさん物を収納していただいて便利にご活用ください。それでは洋室の方に参ります。こちらが洋室となっておりますが、広々としたスペースですね。お客様のお好きなレイアウトを楽しんでいただけるのではないでしょうか。こちらの洋室の収納はクローゼットがございますね。こちらのクローゼットも広い空間となっておりますので、お洋服やいろいろなものをたくさん収納してください。続きまして洗面所をご紹介いたします。どうぞ。こちらが洗面所となっております。入ってすぐ洗面台がございまして、こちらにはシャンプードレッサーがついております。そしてその隣には室内洗濯置き場がございます。その隣はこのように浴室となっておりまして、浴槽には皆さんに人気の追い焚き機能がついておりますし、上には室内乾燥がございます。浴室乾燥がございます。こちらの浴室はアクセントパネルが貼ってありますので、お風呂のお時間も楽しんでいただけるのではないでしょうか。続きましてトイレと玄関を続いてご紹介いたします。どうぞ。こちらはウォシュレット式のトイレと、上には収納スペースもございますので便利にご活用ください。それでは玄関に参ります。こちらが玄関となっております。玄関入っていただいてすぐ目の前にはこのように広い玄関収納がございまして、その隣には大きなシューズボックスがございます。こちらのシューズボックスには鏡がついておりますので、お出かけ前にチェックなどしてみてはいかがでしょうか。まだまだお伝えしたいことはたくさんあるんですが、詳しくは賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを応援いたします。ご視聴ありがとうございました。